皆さんこんにちは、岩崎健也です。今日はですね、まあドライブをしているんですけども、なんとなんとこの助手席に乗ってるスペシャルゲストがいましてトラジこと柏木智也選手がですね、今日はスペシャルゲストとしていらしてくれています。それではね、ちょっと軽く自分で自己紹介の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。まあ、紹介にありましたように柏木智也ことトラジです。確かにね、もう実際さ言われてる日、言われてる頻度としてはさ、絶対さ柏木智也よりトラジ、ね、トラジだよね。合ってるかもしれない、ね、うん、まあそういうことで、トラジどう頑張って読んでもトラジにしか読めないもんね。まあ、ということでよろしくお願いします。まあ今はドイツのプロリーグを目指して新潟で毎日、ほぼ毎日練習して頑張ってます。ということでよろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、はい、実は僕たち神奈川県出身で、はい、生まれがね、もう体操界で言ったら割と幼なじみみたいな感じだよ ね、 もう小学3、4年生ぐらいです。低学年ぐらい。そうだよね、低学年ぐらい。顔見知りぐらい、ね、そうそうそう。だからしかもあのね、ジュニアの頃もなんだけど、うまかったのよ。うまかった。こっちのセリフです。いや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 、本当に。で、僕川崎市生まれなんですけど、彼大和市民なんですよ。そうね。なのに川崎市民大会に出てきてたの。一回出たね。うん。でさ、やっぱりちっちゃい頃なんてさ、結果にやっぱこだわってさ、優勝とかしたいのに、強いから多分最初のことで俺多分負けてたと思うんだよね。うん。初めての市民大会の時とか多分負けてると思うんだよ。俺ね、川崎市民でもないのにくそーって思いながらさそう、でもなんだかんだ一緒にね。まあそうね。あれ、俺が小6でトラジ君が中1の時かな、ジュニアナショナルとかにね入ったりとかして、ね、一緒に海外で合宿行ったりだとか、うん、一緒に試合は行ってないか、海外試合は。試合は行ってない。合宿だけかな。スタンフォードも行ってないですよ。スタンフォード本当に合宿とか。そうだね、国内合宿と海外1回日韓合宿か、日韓合宿行ったねっていう、まあ体操界でいう幼なじみみたいな感じなんですよね、うん、でですね、まあ時を得て実は高校も一緒なんですよ ね、 でトラジ君は僕の一つ上、学年的に一つ上なんで、年、ちょっとあの学年一緒だけど、年一緒だけど学年一つ下みたいになっちゃう。そう、年部年も一個上、年も上、学年も一つ上、当たり前です。まあまあ、いやまあ当たり前かといえば、まあそうじゃない場合もあるけれども、まあまあまあそうね、うん、一つ年上です、はい、でね、一応先輩、まあ、そうそう、一応の先輩、そう、一応ね一応ねでももう昔から結構さ、いろんな試合とかで一緒だったりとかさ、合宿とかでも一緒だったからさ、ちょっと自分から言うのもおこがましいけど、まあ仲いいよね。仲いいからやっぱその上下で気使うってお互いならないと。そうだね。だからさ、高校、それこそ市船の良さとしてさ、なんかまあ上下関係、まあ、最低限はもちろんあるけどさ、うん、体操部員同士がさ、仲良かったっていうのもあるしさ、うん、で、しかも家とかも同じ方面とかだったから一緒に帰ったりとか、うん、そう、そういうのでね、絆深み合って、まあっていう仲の良さなんですけど、はい、そう、で、今一度、まあ、早稲田大学卒業後、はい、就職したんですよね、インターンね、サラリーマンで。どうでした、社会、一回社会に出てみて。
体操しかやっぱしてこなかったわけじゃないですか。けど、まあ、楽しかったし、はいはい、まあ、新しい世界、うん、まあね、うん、知れたし、何もかも新しいしね、うん、まあ、嫌ではなかったじゃん、嫌ではなかった、うん、まあ、けどやっぱちょっと違うな。まあやっぱまだ体操的な部分、体操でなんかちょっと悔いがあったのかな、悔いもあったし、うん、このままでいいのかなっていうのもあった。なるほどね、その自分の中にモヤモヤがある中でどうしようかな、体操またやりたいなってなったんで、ね、一回なんか自分でやりたいことなんだろうって考えた時には体操だったんだ。なるほどね、いや、やっぱそうだよね。でもさ、なかなかさ、多分そう思う人って結構引退してもさ多いと思うんだよ、うん、体操やっぱなかなかないでしょ。だってもう俺もう本当にもう悔いないわってぐらい成績残した人ってさ、ね、それこそ白井健三君とかもさ数々オリンピック出て世界選手権出てとかさ、もうさ多くの人からさ、もうこれはもう満足ですっていうようなさ結果だったと思うけどさ、でもそうじゃない人がやっぱ大半じゃん世の中はね、ってなった時にさ、やっぱ僕悔いないですねってやっぱ強どこか強がってさなんか引退してる人は多いと思うんだよね、まあ、そうやっぱそ今仕方なしにっていう人もいるだろうし、うん、そうそうそう、仕方なしにだったりとかさ、やっぱ生活っていう部分でさ、いろいろと難しいじゃん。でもそんな中でさ、どうしてっていうか、よくその選択を取れたよね、うん、そこのさ勇気的なもの、勇気はいるな、いるよね。だってそこのまあ一旦さ就職場所が決まったわけじゃん、まあ、そこで働いてたりしたらまあ暮らせる、うん、暮らせるというか普通に、ね、っていうのを捨てて体操、だってそれこそ体操するだけだとさ場所が、うん、むしろスカウトされないとお金って、うん、もうそうだね、入ってこないからね、っていうのをなんで選択できたのかな、選択できたっていうか好きだから体操やりたいからなんだけど、まあ、それが一番だし、どういう考えを持ってそっちに来たのかなと思って、まずはやっぱ体操がしたいっていうのと、まあ、自分がしたいことをしたいっていうのと、うん、まあ、後々やっぱしたかったな、体操したかったって思うのが嫌だったから、そう、ね、後悔したくなかったから、まあ今しかできないし体操は、そうね、まあそうね、なるほどね、うん、じゃあ次はその今目指してるっていうか、まあ、本来もともともうドイツとかに行ってるはずだったんだよね。まあそうね、やっぱコロナ、ブンデスリーガーにっていうプロリーグのに行く予定だったんですけど、もともといつだ、1年、もう1年ぐらい経った、ちょうど1年前ぐらいに決断して、決断はもうちょい早かった、1年半前ぐらいに、ああなるほどね、ちょうど1年前ぐらいに新潟に、まあ、その前ぐらいに、うん、もう海外に行くみたいな話は出てたけど、うん、やっぱコロナとかがあったから、そうだよね、動きが取れなさそうと思って新潟に練習拠点を移した。なるほどね。で、まあでも今も一応働きながら、今も一応働きながら体操できる環境に身を置いて。で、指導もしてるんだっけ、体操の指導もしてる、まあ、大変だけどね、でも好きなことできるって大事だよね、うん、そっかそっかそっか、じゃあどう、今実際さ、まださ、海外に行って自分の、なんだろう、もともと描いてたさ、うん、自分とはちょっと違うけど、うん、体操ができてるわけじゃん、うん、その根本的な体操したいっていう部分はさ、叶ってるじゃん、うん、後悔だったりとかさ、そういうのはどう、ない、今のところ後悔はないね、まあ、けどやっぱ時
だけは思う。まあそうだよね。これでいいのかな。逆にこっちの選択をしたことが正解だったのかってやっぱ、うん、何もかも。それは考えることあるし。何もかもうまくいくわけではないからね。選択をしたときに。不安なことの方が大きい部分はある。そうだよね。しかも自分の今までさ住んでたところとか昔体制やってたところとかさ、うん、じゃないわけじゃん新潟って言ったら。まだ地元に帰ってとかさだったらわかるけどさ、そうじゃないかちょっとね、大変だよな。じゃあ大変かな。じゃあちょっとプロのその俺さ、うん、てかその海外リーグ、うん、っていうのがさまず日本にはさないシステムじゃん。そうだからちょっといろいろとさ、まあ、トラジ君といろいろ話したりとかしたことあるからさ、まあ、多少は知ってるけどさ知識が曖昧なわけよ、うん、ちょっといろんなその海外のプロリーグについてちょっといろいろと教えてもらいたいんだけど、はい、まずそのリーグ、うん、なんでえそのどんぐらいなんだろうな。ドイツ以外にもたくさんあるのリーグっていうの。違う、俺も聞いた話だけど、うん、まあ、ドイツにはあるし、はいはい、フランスにもそういうのがある。あ、そうなの。イタリアにもある。ドイツ、イタリア、フランス、ヨーロッパ、ヨーロッパ州、そう、ヨーロッパ地域に分けてもはいはい、リーグっていうのがあるらしい。あー、なるほどね。まあでも他の国でもどうなんだろうね。アメリカとかはさ、なんか結構体操盛り上がってるイメージあるじゃん。まあ、そうね。っていうよりはでもヨーロッパの方があれ。ヨーロッパの方がある。でも所属するのはそのブンデスリーガっていうドイツのプロリーグ。なるほど。そのドイツを選んだ理由としてはさ、うん、どんな理由なの？ドイツを選んだ理由難しいな。まあそういうのがあるよっていう。話をもらったって聞いたっていうのが一番だけど。そっか、まあでもそうだもんね、まあ、自分の知り合いが紹介してくれるようなくれる場所がドイツだったみたいな感じか。だし、まあ別に最初別にリーグにこだわる必要は正直なかった。体操続けられたら、体操続けられたらとか、まあ、海外でそれこそやって新しい道じゃないけど何でもいいかな。そうね、そうね、って思って動き始めたけど、まあそういうドイツのリーグがあるよっていうのとか聞いたりして、はいはい、まあ面白そうだな。いやでも本当に面白そうだよね、うん、俺もさトラジ君からいろんな話聞いててさ、うん、まあ、ちょっと海外行くのも面白そうだなってさ、ちょっと基本俺好奇心旺盛な旺盛な人だからちょっといろいろやってみたくなっちゃうからさ、なんかそういう海外行ってっていうのも面白いかなって。ちゃんとリーグとかそういう試合があった方が、そう、ね、まあ、やっぱ頑張れるし。そうです、まあ、ただ海外行って、ね、体操してっていうよりはやっぱ楽しいです。いや確かに間違いない。やっぱりさそれこそ日本だとさ選手強いというか層が厚いじゃん、うん、だからやっぱり日本で活躍するっていう部分よりもさ、いっぱい海外にそれこそ行ってそっちに練習拠点を置いてたくさん試合出れるんだったりとかしたら活躍できる。それこそ体操でさ、うん、その選手としてさ生活できる人ってさ結構ほんとごくわずかじゃん、うん、やっぱそこよりもそれこそ海外とか行って、うん、なんかね、例えば体操、自分の大好きな体操でお金をいただけるっていうさ、ありがたいことができるね。ちょっと真っ暗だね。ちょっと見づらいな。真っ暗だね。そっかそっか。どうなんだろう。やっぱでもさ、気になるところって言ったら、そういうリーグとかに所属するじゃん。金銭面的なところで俺は結構気になるかな。どういうシステムで、なんかその例えばお金をもらえるとかっていう、うん、そのリーグのシステムにちょっと気になるかな。金銭的
なところは、まあ、それこそ俺もまだ知ってもないし、ね、ちょっと聞いた話とかだと、うん、まあ、ブンデスリーガーの場合は、うん、まあ、そうやっぱ強いチームと弱いチームとあるんだけど、はい、そのブンデスリーグ自体そう、うん、まあ、1部2部とかがあって、あ、なるほどね、まあ、1部とかがやっぱ強いチームとか、はいはい、2部とかの、まあ、ちょっと弱いチームによって、まあ、所属によってそこは異なるらしいけど、その賞金的な、なるほどね、そこは各チームしかやっぱ情報わかんないし、あ、まあ、行ってみないとっていう部分か。でなんかちょっと2部のトップの方、2部の1位に争いのチームとかと、まあ、ちょっと今連絡取ったりして、うん、でそことかは、まあ、基本的にやっぱちょっとサッカーとかと違って、うん、まあ、あっちとかでもやっぱメジャーじゃないし、体操、あ、そうなんだ、どっちかっていうと、まあ、そのマイナーの方に入っちゃうから。でもドイツとかだとさ、体操、うん、体操ちょっと体操の発祥の地なわけじゃん、うん、なんだけど、まあ、メジャーじゃないって言い方は、まあ、金銭的な部分があるのかな。あ、まあやっぱそう、そうだね、規模的なところで。でもどうなんだろう、国民的スポーツ、なんか、まあ、国技みたいなもんじゃん、うん、発祥だからさ、なんかそういった部分で盛り上がり的なものはさ、やっぱあんのかな。日本よりはあるのかもしれないな、まあ、けど、なんとも言えない、まだ言ってもまあ、けどそことかだと、あ、まあ、じゃあ契約金とか、うん、そう、1年間の契約金とかっていうのがやっぱないらしい。あー、なるほどね、契約だからお給料みたいなとか、そのバーンって契約金でもらえるっていうのじゃなくて、ないんだ。やっぱリーグ期間、うん、まあ、ドイツの場合は9月から12月が基本的なその契約制じゃないかな。なるほどね、じゃあちょうど最近終わったぐらいなんだね。でその期間内にだいたいマックスで7から8試合ぐらい。7から8かってことは1月、だから2週間に2週に1回ぐらい、2週に1回ぐらいか、うん、あ、でも結構さ、体操普段のさ、そうあれだね、体操の試合からしたら結構ハイペースな試合だね。しかもそれがひとまとまりなわけじゃん。そう、例えばさ、日本だったらさ、全日本予選決勝種目別 NHK 入ってさ、あったとしてもだって4試合とかさ、うん、もうほんと年間で数えれるぐらい。そうだよね、2、3ヶ月日本だと、うん、新年の前とかと。あ、そうなんだっていうのがあって、うん、まあその期間内とか、うん、まあ試合数によるけど、うん、まあ、例えばそのボーダー、チームのボーダーとか、うん、個人のボーダーとかもしてあるのかわかんないけど、うん、によって勝ったらいくらとか。あー、なるほどね。出場、出場と、まあ、あと成績とっていう部分なのかな、出場をどんぐらい出場してるかっていう部分と。え、なんか点数でさ、その金額が決まったりとかさ、しないの、順位とかなんかな。ドイツの場合はそれこそちょっとね、うん、あんま詳しく分からない。まあそうだよねまだ行ってないから。国によってその、まあ、ドイツのリーグはそうだけど、はい、さっき言ったフランスとかのリーグとかだと、うん、点数によって何点取ったらいくらですよ。ああ、なるほどね。やっぱ面白いね。なんかまあシンプルにさ、ちょっとさ、動機は不純かもしれないけどさ、モチベーションにはなる。モチベーションにはなる。なるね。ただやっぱそこだけで多分食べていくっていうのは正直きついと思う。賞金だけど、だからそれはボーナスっていうか、お小遣い程度で考えて、まあ、なるほどね、やっぱあっちでも働きながらとか。え、でもさ、賞金っつったらさ、でも具体的にさ、うん、でもどんぐらい出るんだろう、日本円でいう一試合の場合は一試合でマックスで多分稼げても 7、80万ぐらいっていうのは聞いたな。なるほどね。まあそれだけじゃきついよね、やっぱり。どうしても。え、そのシーズン通してってこと？そう、あ、シーズン通してか。じゃあまあ一試合
まあ単純計算10万とかか。なるほどね。まあでもしかもそれがどんな稼げてもって感じ。そうそうそう。まあ70、まあ3ヶ月で7、80万っつったら、まあ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 、本当ボーナス的な考えだね。そうだね。だからまあなんか他にもちゃんとダイエット生活する、ね、まあしかも生活するってなるときつい。そうだけどそこはやっぱそのチームによって違う。そこはまあなんか例の2部とかの上の方のチームでそんな感じ。なるほどね。だしやっぱ一部の強いとことか、はいはい、あとやっぱそのチーム自体にスポンサーがついてたり。なるほどね。それからもうちょいとかあったり。でもあれか、そのシーズンに被ってない他のリーグとかにもサッカーできるってこと。そう、なんか一応またここは多分サッカー、まあ、サッカーとかあんまちょっと詳しく分かんないけど間違って、まあ、ドイツのリーグのチームに、はい、所属してます、はい、で例えばまあフランス、イタリアのチームとも、はい、掛け持ち契約みたいなのができるらしい。あ、できるんだ。あ、できるんだ。そうなると、まあ、シーズンちょっとフランスとかイタリアのシーズンが詳しく分かんないけど、はいはい、まあ、多分ドイツのと被ってないらっぽいんで、ね、なるほどね、期間が。だから、まあ、そのもしフランスとかイタリアとリーグ契約、まあ、チーム契約ができた時には、はい、まあ、そっちでも収入にはなる。なるほどね。じゃあ、まあでもそしたらさ、それこそトラジ君自身のさ、オフシーズンはなくなるかもしれないけど、試合試合試合で、ひたすら、それこそ賞金、賞金かっさらいまくってさ、生活していくって感じになって。そうね、できたら。そうだよね。でも体操で食うって言ったらさ、でもさ、そのくらいの覚悟ないとさ、無理だよな。でも、どっちにしろさ、まあ、例えば俺が今日本から、まあ、日本で所属してるけど海外リーグにまあ出場することも、うん、ってことは可能っちゃ可能なのか、言っちゃえば。まあ俺の所属が OK してくれるかと、所属が OK かと、まあ、あと相手からちゃんと呼ばれるかっていう、そう、呼ばれるか、そう、金銭的にやっぱ考えて、日本から、そうそうそう、交通費出せませんとか。そうだよね、実費になっちゃうとかってなると、まあ、マイナスになっちゃうから。そうだね。10万、20万、例えばもらったとして、はい、試合もらったとしてもやっぱ消えるね。確かに、そっかそっかそっか。だから、あっちから呼ばれて、呼ばれたらまだいいけど、呼ばれて交通費とかもそういうの出しますよってなったらまだいいかもしんないけど、だってそれが自分からお願いしていった移動費とか、それこそじゃあ実費でお願いしますってなったら、そこでお金払っちゃって賞金でそれがプラマイゼロぐらいになっちゃうとかね。お金のことで言って考えちゃったら、まあそうだよね。まあまあ、でもさ、でも本末転倒とかだったら、日本でなんか仕事しながら体操やってるってと、まあ言って変わらなくなっちゃうからな。やっぱ移住する形になっちゃうから、どうしても。いやでもさ、なんか夢あってよくない？なんかそういう海外行って、まあ、なんかちょっと海外にちょっと憧れ持ってる人みたいな感じになってるけど、いやでも俺もね、面白そうだなって思うんだよね。だから俺はそれこそなんかジムニティである程度なんかいろんなシステムを確立できたら、うん、なんかそういう海外で活動しても面白いかなって、うん、なんかそれこそトラジ君をもっとなんか海外でプロデュースできるような立場になったりとかもしても面白いかなって思うし、うん、そう、まあ、逆にね、俺が伝えてね、そう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 、こういう感じだよっていうの。そう、あとこれからのさ、選手たちがさ、うん、やっぱ体操って社会人お金に、社会人お金いただいて体操続けられるっていうさ、選択肢が結構狭いしさ、うん、まあ、選手に限らずだけど、うん、体操に残ってって残れる人が少ないから、なんかそれこそ海外っていう道もあるんだよっていうのを、まあ、トラジ君自身にね、もっと広めてってもらったりとか、でそのトラジ君自身をなんかジムニティとしてはもっといろいろとプロデュースして、なんかいろんな人に伝え、こういう
頑張ってる体操選手がいるんですよっていうのをね、伝えられたらいいなって思うけどね、うん、いやでもいいな、面白そうだな、まあ、楽しまあ不安もあるっていうか、まあ、不安が大きいけど、そうだよね、楽しみはあるかな、どうなるんだろう、どうなるんだろう、だってないもんな今さ、だって昔の人も含めたらさ、海外のリーグに行った人ってさ、日本でもいると思うんだけどさ、うん、現在さ、いないじゃん、そう、ね、海外行ってリーグ出てっていう選手が、やっぱそこら辺さ、やっぱいてくれればまだいろいろ話聞きながらとかできるけどさ、聞く人がいない、聞く人いないよなしかも言語もさ、ねえ、だって言語も通じないってなったら、まあ、もう勉強中ですか、もうではないちょっとちょっと頑張る、リトル勉強中です、リトルめもうだって勉強ちょっとしかしてないから、リトルだけしか入ってない今のリトル勉強中ね、ハード勉強中にしてよ、えでもさ、ドイツの場合はさ、うん、ドイツ語じゃないの、一応ドイツ語が主流だけど、うん、英語は通じるらしい、あ、そしたら英語やっといた方がいいよね、うん、まあ、他の国も行くって考えた時にね、へえ、いいな、面白そうだな、そう、体操以外でも学べるところあるかなって、あ、そうだね、経験になるね、しかもさ、やっぱ体操っていつまで、まあどのスポーツでもそうだけどさ、いつまでも続けられるもんではないじゃん、むしろちょっとさ、でもさ、結構ピーク的にやっぱそんな寿命が長くないスポーツじゃん、うん、やっぱね、だからこそでもあれだね、だからこそっていうところもあるかな、あの、まあ、いくつまで俺もやるか分かんないし、あれだけど、まあ、どうしてもちょっと逃げじゃないけど、オリンピック目指すとか、まあ、代表日本で入るっていうのが、まあ、ちょっときついかなってやっぱ自分でも思う部分があったし、それ思い詰めてやってたら目標を見失うじゃないですか、うん、やっぱさっきも言ったけど、日本人選手のさ、層ってめちゃめちゃ熱いからさ、楽しくちょっと体操、うん、そうだね、やりたいっていうのもあるよね、でもどうなんだろう、その日本人選手まっすぐ、はい、日本人選手だとさ、やっぱ今でもトラジ君が80点から82点ぐらいバッチリしてて、だったら海外ではさ、どうなんだろう、結構活躍できそう、マリーとかだと、うん、まあ、それこそなんか、まあ、正直言うと俺が言うとあれだけど、うん、まあ、レベルはその高いかというと多分高くない、日本に比べたらって感じ、うん、比べたらっていうか、それこそ本当楽しい、うん、あっちでも働きながらリーグに所属したり、うん、なるほどね、了解です、っていう感じだから、何点取るっていうのは大事っちゃ大事だけど、うん、それよりっていうところもあるかな、なるほどね、いやでもまあまあ本当に頑張ってほしいな、今日はたくさんお話が、そうですね、まあまあ、いやまあちょっとまだたくさん話したいことはあるけどな、部分あるね、いやでもいろいろ聞けてよかった、多分でもね、これをもし見てくれる人も多分日本自体にさ海外リーグがないじゃん、うん、だから多分本当に多分ね、そうなんだと思うことたくさんあったと、まあ、ちゃんと本当に言って本当のことを伝えたいけど、一応聞いた話ね、とか、まあまあまあ、今ちょっと今の俺の憶測だったり推測、あと聞いた話っていうことでね、聞いた話とか、それとそんな感じだし、いやでもマジで面白そうだ、今とりあえず頑張るしかないし、そうだね、今ね、まあ、多分興味持ってくれてる人も少なからずちょっといると思うからそうだね、間違いない、間違いない、ためにとか、うん、まあ、まあ体操に限らずね、いろいろ挑戦してほしいでしょ、
まあ、多分予定よりさだいぶ行こうと思ってた時期よりだいぶずれちゃったと思うんだけど、うん、実際はさ今予定ではどう、今の予定ではどんぐらいにそっちの方に行こうと思う？一応まあ来年じゃ今年か、もうその4月に行けたらな、まあ、行くように動いてはいる。4月か、じゃあもうあともう数ヶ月だね。そっかそっか。じゃあさ、トラジ君がさその海外プロリーグに向けてやってる動画とかも多分みんな多分見たいと思うのよ、ね、本当に見ていただける。そう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 どんなこと準備してさ行くのかとかさ、そう、ね、そう今逆にその目指すにあたって、うん、なんかこういう苦労してきた、こういう不安があった、うん、でも自分だからさ、まあ多分今まだ実際に行ってないし解決してないことも多いとは思うけど、逆になんかそういう不安多分共有できると思うよね、うん、いろんな人に。もしかしたら体操じゃない人にもさ刺さるかもしれないし、それはだからいろいろとなんか、そう、体操以外のところ、体操もちろん頑張りますけどそれ以外のところでね、もうちょっと伝えるところはあると思うから。そうそうそう、俺はどうやってまず海外行くのか、むしろみんなそこが見たいんじゃないかなって思うそこにちょっと普通の体操人と違うところでもあるから、そうそうそう、こう伝えていけたら、伝えていく、はい、行きます。自分で言います、英語勉強します。今日はそう、それこそ英語とかもね、例えばジムニティ見てるだけでさ、英語もちょっとなんか体操に関する英語とかもさ、ちょっと、ま、学んでいけたらさ、じゃあ俺自身もめっちゃ英語を覚えたいのよ、うん、やっぱその、うん、大事、やっぱ日本のさ体操の技術とかってさすごいいいものだと思うんだけどさ、知識って水だからさ、いろんな人に、うん、やっぱそれでいろんな人が得て、でまた競い合うのがさ、それ的に、で逆に外国人のさ、うん、海外の方の選手で上手い人たちの技術をさ、うん、より俺たちも受け取りやすくなるじゃん、喋れることによって、うん、っていう部分ではねすごく魅力的なんじゃないかなと思うからね。いやーちょっといろいろ共有できたら、うん、これからちょっとちょっといろんなことやっていこう。そうですね、うん、やりましょう、やりましょう。いやマジで今日は本当にありがとうございました。いや本当にいい機会だよね、こうやって会って話して、ね、俺も本当、いや俺さマジでさ結構さなんだかんだいつもさもう高校卒業してから結構別々の場所にいたじゃん、まあね、うん、けどなん俺さマジででも体操でそういう幼馴染でみたいな感じで会ってる人、まあ、そんまあやっぱいないよね、いないっていうか少ないやっぱね、そんなどんどんやっぱ会わなくなってっちゃったりする人もいるじゃん、うん、だからやっぱとしては嬉しい関係、うん、いい関係だよ自分に。そうじゃ、なんか俺がなんか珍しい関係で、うん、かもしれない、なんだかんだ、うん、やっぱ試合会場とかでも話すしさ、一番話すかもしれないんだよ多分でね、プライベートでもあったりとかするし、うん、まあ、ちょっといろいろ体操の魅力をさ、魅力だったりいろんな一面をさちょっとトラジックに見せてもらいたいと思うし、これからも協力ちょっとそれでは、まあ、今日はねいろんなお話トラジックから聞かせていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今後ですね、先ほども話していた通りトラジックの海外のプロリーグに向けていろいろと挑戦する姿だったり、まあ、ちょっと不安を抱えるどんな、まあ、まあちょっとまあこれそれに関しては未定だけどそう、まあ、なんかいろんな、まあ、こういう不安があるだとか、うん、そういうのにまあ立ち向かっていく姿であったりとか、いろいろお見せできたらなと思ってます、はい、ということでトラジ君の応援これからもよろしくお願いします。お願いします。それでは今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またぜひどこかで会いましょう。まあいつでもいつでもちょっと言われたいるからな。ちょっとでもねなかなかね普段会える距離じゃないんだよね、まあ、連絡、うん、でもさでも去年俺行ったからね。そうね、新潟、うん、夏前ぐらい来てくれました。新潟に行って一緒に練習して、やっぱいいね、よかったよね。練習するって楽しかったしね。モチベーションだよね。俺とかさ普段高校生とやってるからさ、うん、やっぱりもうね刺激もらいまくりとか練習量でさあのみんなスタミナ無限にあるからさ、うん、それ違うよね。
ね。俺マジでそれにつられてさ、あの若くなったもん。環境は、うん、髪型もなんかさ、高校生高校生みたいな、もうあのね、練習で高校生に紛れるためにこの髪型にしたんじゃないかって噂になるぐらい。嘘です、噂にはなってないけど。そう、でも逆に今ここまで短い高校生も少ないけど、ね。そんだけどね、マジで、いやマジ本当に練習する仲間だったり、うん、だからまた練習しよう、はい、一緒に。一緒に、うん、はい、今日は本当にありがとう。このね、帰省のお互い地元が神奈川だから帰省の期間がかぶってこういう機会がやれました。はい、いやちょっとねまた再びになるけど、これからも二人の応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ちょっと YouTuber らしく、よかったなと思ったらグッドボタン、グッドボタン、よかったなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あとインスタね。あ、そうだね。そう、じゃあトラやってるんで自分も。はい。じゃあ概要欄に、うん、はい、トラジ君のインスタとツイッター。あとね、あれだよね、トラジ君もいろいろ活動してて、インスタさ、そのトラジ君のトラジ、その海外リーグを目指してるアカウントがあるんですよ。そうそう、まあ、体操の動画をよくね主に載せてるアカウント。ぜひチェックしてみてください。はい。よろしくお願いします。それではちょっと長々とありがとうございました。それではじゃあ失礼します。失礼します。